交わるね、赤に交わるみたいなものになってなきゃいいけどなっていう。いや、なんでかって言ったら、1軍の盗塁数が最低なんですね。記事で。ところが、2軍の盗塁数も最低ってことは、明らかにもう、1軍の監督首脳陣に2軍も染められたってことなので。そうですね。もともと緒方監督の、まあ、暴力のどの反省書か、まあ、そういった厳しすぎると、それがやりすぎてしまったっていう反省を踏まえて、まあ、笹岡監督にしたっていうところはね、オーナー自ら言ってましたけど、今度度が過ぎて、単になんか和気あいあいとやってるだけ。いうふうになってしまってるのかもしれませんね。なあ、特に二軍がそうなんだと思うんですよ。そうなんですよ、ね。多分、どうも中村翔成が二軍に落ちてから、全く一軍に来なくなったんですよ。そうですね。で、これは、コウさんは結構かなり一軍に進言して一軍に来てるんですが、はい、まあ逆に言うと、なんでそれが見えるかたら、ハスキーの2軍もないんですね。あ、そうですね。あプレイで見ると、ハスキーも、じゃあ1軍で、いや、要は入れ替えていいだろうっていうぐらいなんですよね。あそうですね。うん、カープ、なんさて、勝てなかったわけですから。ハスキーが一生懸命やろうが何しようが、勝てなかったわけですね。だから、ある意味、ハスキーとか、まあ、翔水、まあ当然聖火ね、中村健人、とうとう、まあ中村翔成、これらの選手たちって、言い方悪いけど、10日ごとに変えてもいいぐらいな争いだったはずなんですね、カープの順位争い。ね、まあ当然ジャイアンツ阪神はやってたわけですよ。コロ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 、若手、痛い間使ったり、ラオイタ使ったり、とにかく、若手は悪戦苦闘したわけですね。1、2軍の入れ替えで。カープはやらなかったんですよね。まあ、例えば、長野選手とか2軍に落ちたりすることもありますと。まあ、1軍以外のプロ野球選手って、本当にじゃあプロ野球じゃないっていうのもあるじゃないですか。あります。本音で言うと。はい。大リーグなんて、3A、メジャー以外の 3A2A って、チーム名もユニフォームも全然違いますからね。違いますからね。っていう中でも、長野選手がどんなに本物を見せてもですね、結局住んでる場所も乗ってる車も違うわけじゃないですか。はい。料理は住んでないわけで、はい、そういう意味と。やっぱり、二軍の選手の中でそういう気持ちが醸成されないと、やっぱ切磋琢磨みたいになってないんでしょうね。まあ、難しいんじゃないかなっていう。そうですよね、この6、まあ、7月、8月以降のカープの2軍から1軍、まあ要は、なんつうかな、ほぼ、まあ、ここ3年で全体の試合数が200試合に届くような、まあ、100試合に届くような選手に関しては、もう2軍に落ちてないんですよね。そうですね。ああ。ギャグに言うと、入れ替えが激しいであろう選手たちが、本当は入れ替わなきゃいけないけど、だっていい例が、石原友次が全く自分来ないでしょ。なんで持ち丸が来んのって話に。
石原智樹がもっと一軍に来てもいいのに、まあ、たまに一軍来ても、試合に出ないまま二軍ですよね、とかね。なんか、石原智樹選手は、まあ、今年の始まりぐらいの時に、態度に、練習のこう、態度とかそういった姿勢に問題があったとかいうのが、ちょっとニュース流れましたね。流れました。それは何なのかわかりませんけど、ね。まあ、わかりませんけど、私は全体に二軍が、おかしな状況になってると思うんですよ。で、コウさんは厳しくやってるとは思うんですが、選手の方に、要は、監督首脳陣は真剣にね、厳しくやっても、選手を一軍に上げれるほど、要は、言われたから一生懸命とか、言われたからやってますっていう選手を一軍にはコウさん絶対上げない人なんですね。何度も言いますけど、まあ、コウさんの監督になったらって時言ってますけど、コウさんが一番厳しい人ですから。そうらしいですね。一番怖いのはコウさんだって。一番怖いっていうのは何が怖いかって言ったら、はい、そのプレーができるできないじゃなくて、そこまでの過程にあなたたちはどれだけ真剣に向き合ったんですかっていうのを、シビアに見てる人がコウさん。そうですね。だから、野間の抜擢は、できない、つたない、いろんなことがある、センターの守備も難しくても、使い続けられるんですね、コウさん。大型監督に言って、笹岡監督に言って。なぜなら、彼はひたむきにやってるから。だからまあ、当然それがチーム成績につながらないリスクもあるんですが、それを二軍監督でやられたら、誰も一軍に推薦されなくなってきてるんです。これはまあ、二軍という組織がね、やっぱりそう一軍に戦力供給源って考えんだったら、結構致命傷ですね。致命傷なんですよ。だから、4月、5月、6月までは、かなりコウさん一軍に推薦して、一軍試合数、カープ多分、日本ハムに次ぐぐらい、若手の試合数多かったはずなんですよ。あ、そうですよね。そうだと思います。はい。かなりの人数、まあ、ピッチャー、野手、上げましたからね。ルーキーも含めて。はい。そうですね。ところが、7、8月、特に8月以降、パタッとなくなるんですね。若手の抜擢が。そうでしたね。言われてみました。笹岡監督が、欲しいって言って、あげた人はいます。多分、多分一軍が、例えば足が速いとか、はい、左の、まあ、なんつうかな、ハッキーみたいな選手が欲しいとか、一軍が、こういう選手を要望しますっていう選手は、コウさんも、じゃあこの人がいますから、この人あげますってあげてた節はあるんですね。はい。そうですね。なぜなら一軍の戦力上の問題があるんで、リリーフ陣も島内上げなきゃいけないとか、はい、ケムナを上げなきゃいけないとか、やっぱり、やっぱり一、二軍の実力の問題で上げた人はいるんですが、はい、コウさんが自分から推薦して上げた選手が8月以降、明らかにいなくなった気がするんですね。そうでしたね。二軍推薦の一軍が。そうですね。で、この二軍推薦の一軍がなくなった瞬間に、松髄末金の名前が全くないんですね。中村松生、ね。なるほど。これ、まあちょっとね、二軍、中村松生選手の終分も含めてちょっと問題がありますね。問題、まあ、これはカープが最近秋分が、まあ当然注目されたせいもあると思うんですね。過去は注目されなかったから記事にならなかった問題も多かったと思うんですね。でも今注目される球団になったのに、まだ、まあ全体以前と知ってる。はい。でも見ていると、いや、中村松生もっと一軍にいて使えよっていう意見が、カープ塾でも言いましたし、
笹岡監督もっと抜擢すればとか、話出てたはずなんですよね、8、9。でも、これを見ると、こうはあげないなって感じなんですね。まあ、あげないのが正しいということですか。そういうことを見ると。正しかったと。正しかったんでしょうね。逆に正解な年はあげましたからね。まあでも、中村翔選手、選手と比べると大変酷なんですけど、同期という意味で、村上康隆ですかね。はい。はい、宗隆ですね。はい。中村翔選手と同じ、まあ、キャッチャー上がると、もう、ものすごい差がついてしまいましたね。いや、私はね、差が大きくついたのは、実は同じに入ってて、清宮だと思います。ああ。18本打ちましたから。2割4厘だろうが何しよう。中村翔選手何したんだって話なんですね。そうですね。ああ。清宮はいろんな、まあ当然清宮の外れ1位が中村、村上宗隆ですけれども、うん、清宮だって苦労していろんなことしたけど、新庄さんの抜擢、はい、まあ万波もそうですよね。うん。なんだかんだ言って食らいついて、うん、結果中村翔選手以上には出しましたからね、彼ら。そうです。小原翔生まだ1軍で18本打ってないですからね。批判、当然日本ハムの中でドラフト上位だったりなんで批判されてる選手ですけど、いやいや、中村翔生それどころじゃないよねって話ですから。そうですよね。そんなこと言ってる場合じゃないよって、甘い顔してたら、いやいやいや、そら高さん1軍にはあげないよね。当然、コウさんは清宮見てたはずですから。高校時代何本打ったかって、それ大事だしね。それはまあ別に。まあ甲子園で何本打ったのも大事です。だけど、それはまあ昔の話ってことですよね。そうです。それと、多分新庄さんがずっと使って結果を出し続けてた。で、新庄さんは当然2021年、20年、21年って、ずっと二軍の試合を見てたんですね。監督就任要請される前に。で、この時に、清宮は、ずっと練習をしてたはずなんですよ。うん。そうですよね。うん、うん。だから、新庄さんにしてみたら、清宮は使うよと。ああ、そうですね。ええ。悪くても使うよと。なぜなら、二軍で、みんなに、まあ言い方悪いけど、あれだけ揶揄されて、うん、いろんなこと言われて、ええ、自分も言ってね、太りすぎだから痩せろまで言ったにもかかわらず、ね、はい、それを聞き入れて痩せるわけですね、で。聞き入れて徹底的に練習するわけです。当然、走塁の問題とかね、ボーンヘッドもありますけど、そのボーンヘッドがあった後に、直すわけですよ。その後してないわけですから。そうですね。はいはい、振らないって怒られれば振るわけですよ。だけど、振らない癖がついてるから、言われないとやっぱり振らないでやっぱり怒られるケースはあるんですけど、言われた次か2、3試合は振ってるんですね。なるほど、ね。3三振しても。だから、新庄さんは清宮を見てるから、万波を見てるから、ずーっと彼ら2軍に落としてないんですね、基本は。そうすると、まあ、笹岡監督がベテラン、まあ、優先で、まあ、若手を使わないと。まあ、確かに結果は見るそうなんだけど、まあ、そういう傾向もあるんでしょうけど。私は現実はそれはあると思いますけれども、私はもう一個は、コウさんは、私は、もう20年カープで1、2軍のコーチをやられてますと。はい、で、なおかつ、走塁コーチがメインだったり、ヘッドコーチだったりね、まあ当然、緒方監督の時
でも、勝ってる時も一軍コーチにいたり、はい、野村健次郎さんの時でも、一軍、二軍で支えてた人が、ね、はい、若手の抜擢ってことを、二軍でも一軍でも抜擢してほしい選手を自分が呼ぶ側の一軍のコーチもやられてるんですね。浅山投手とか、ね、梅さんが残ると違って、はい、両方とも10年10年ぐらい1、2軍でやってる人が、推薦しないはありえないんですね。そうですね。それはそう。自分の感情で。はい。ありえないですね。ってことは、自分の基準があって、これ言うことができて、こういう練習して、こういう気持ちの選手以外は1軍に行ったら、一軍の選手に申し訳がない人は呼ばないって感じ。なるほど。大瀬良とか栗とか。なるほどね。主力に対して申し訳ない練習とか、申し訳ない態度をしてる選手が二軍で打ったって呼ばないよって話。ね、推薦しないよって話。だから優先順位は当然どんどん下がっていくわけ。だから、もちまるがいきなり上がるんです、ね。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。